勝てば天国、負ければ地獄。ギャンブルの結果で全てが決まる学園バトルロイヤル賭け狂い。そのテレビアニメ第2章がいよいよ放送開始。皆さんこんばんは、桃葉キラリ役の沢城みゆきです。この動画ではアニメ第2章の放送開始を記念して、本作のキャラクターを演じる引きの強い豪華声優たちが集結、熱いギャンブルバトルを繰り広げます。果たして真の賭け狂いは誰なのか。今回はついに決勝戦。果たして真の賭け狂いは誰なのか。決勝戦はトランプゲームテキサスホールデムで勝負。4回ゲームを行い、チップの所持数が多かったプレイヤーが勝者です。ここまで勝ち抜いてきたのは早見さんと伊勢さん。さあ、優勝するのはどちらでしょうか。そろそろ準備もできたみたいですよ。よろしくお願いします。まさかの、本当だね、決勝戦で、はい、夢子対みだり、まさかですね。本当アニメのあの名シーンが蘇るね。なんか優勝した人はさ、はい、全部その総取りみたいな、知らなくて、なんかそのワードをさっき聞いた瞬間に、なんか私っていうより、なんか私の周りのなんかこう事務所人間たちみんなイエーってなるから、なんかもう今日私、はい、アイムエンタープライズを背負ってそうなの、ね、来た感がすごいあるので頑張りたいと思います。頑張って、はい、頑張りましょう。決勝戦は、うん、テキサスホールデムで勝負してもらいますが、ルールは知っていますか。私初めて聞きました。聞いたことないですね、うん、結構あれなのかな、そういうカジノ界ではメジャーななんですかね、なのかもですね。テキサスホールデムはちょっと複雑なポーカーです。うん、難しそう。ポーカーは聞いたことありますね。なんかあの手持ちの札の番号がいい人が勝つ、うんうんうん、なんか、ね、ストレートさー、そうですよね、あれよく見るやつ、技名みたいなやつね意気込みを、はい、本日の意気込みを改めてということですね。予選からこう勝ち上がってきたって、うん、あの2人なので、はい、やっぱり他のキャストもね、みんなこう無念にね散っていった者たちのやっぱり思いも背負って、残留思念を、あ、そうそう、残留思念を背負って私たち今日この場に立たせてもらっているので、確かに頑張るぞ、駆け狂いたいと駆け狂いましょう、はい、テキサスホールデムはポーカーの一種。手札に配られる2枚のカードと全プレイヤー共通の5枚のカードを組み合わせて役を作り、その強さを競うゲームです。役はスリーカードやストレートなどポーカーと同じ。共通カードは最初のターンに3枚置かれ、ターンが経過するごとに1枚ずつ追加されます。5枚目のターンで一同が勝負を決します。またターンごとに賭けが行われ、そのチップの賭け引きによって相手の強さを見抜いたり、自分を強く見せて相手の賭け金を抑えさせるなどの高等な駆け引きもできるとか。はい、じゃあ早速ですね、始めていきたいと思います。お願いします。はい、トランプで全部が決まる世界なんですね。そうですね、はい、じゃあカード配ります。お、すごい、これすごい、まだ見慣れない光景ですよね。ヒュってくる。ちょっと様子も見つつ、100です。レイズします。レイズします、ね、上げる、上げます。150以上。じゃあ100にします。おー、あ、どんどん上がってく、はい、はあ、まあ序盤ですから、序盤ですから、レイズしていきましょう。レイズしていきましょう。300以上、合計300だから200追加すればいいのかな。はい、はい、私じゃあさらにレイズします。うわー、はい、どんどん上がっていく。500、じゃあ、コール、はい、コールで、コール、はい、そういうことなのか。2人が500でこのやつで、どうだろう、どうだろう、16、3、チェック、ベットします。ベットします。1000。え、めっちゃ上がった。さすがのみだりさん。じゃあコール、コール、1000、ほぼワンペアはできてる。そうですね、ここでワンペアはできてる、うんうん、
ベットします。うわ、強い手の人のやつだこれ。いや、わかんないよ、もしかして全然弱い手かもしれない。この心理戦すぐに始まるパターン。線でどんどん行きますね。まあ、でもやろうやろう、やります、やりましょう、コール、やります、やります。はい、最後のコール。靴がベットします。すごっ。2000円。じゃあコール。いいね、さコール、好き。あ、やっぱ3回残ってるから。コール、手札をオープンしてください。10と6は、あー、全然なかった。あー、なるほど、はい、ノーペア、はい、ここだけワンペアですね。はい、なので、はい、伊勢さんの勝利、おめでとうございます。楽しいね、ジャンル。わ、出た、緑ちゃんが出てる。楽しくなってきちゃった。たぎってきてる、たぎってきてる、緑さんが。はい、コール、100。まあ、6、7、エース、ベッド、200。おー、おー、いや、行きましょう。レイズで、400で、コール、じゃあ50。はい、コールで、コールで、最後かな。ほーほーほー、これはこれはこれはチェック、チェック、はい、ではチェックで、チェックで、ではそのままお二人が手札をオープンする形になります。はい、ください。ノーペア、ここ、ノーペア、ここ6の2ペアが出てますね。あー、ほんとだ、え、強っ。マリアさんが強い、めっちゃ。はい、さ、さ、すぐ、コール、コール、レイズで、レイズで、はい、100以上からだった、100で、はい、コール、こうか、はい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 、ベッドで、ベッドで、線、かけましたよ、私は。あー、ありがとうございます。じゃあ、これを、はい、じゃあレイズしてみましょうか。レイズしていいんですか。レイズ2000。レイズします、レイズします。あ、じゃあ3000で、3000、はい、じゃあ3000コール、3000コールで、はい、チェックで、チェックで、チェックします、チェックで、チェックで、チェックで、はい、50にします。ありがとうございます。コールで、コールで、はい、はい、では、はい、はい、オープンしてください。はい、う、はい、はい、お、9のワンペア、ワンペア、ちょっと待て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 、4のワンペアなんで、あ、9の方が強いです。やった、初めて勝った。初めて初めて勝ちました。やばいぞやばいぞ。まあ、ちょっと、わー、やだー、いい勝負、ね、いい勝負です。たぎってきます、たぎってきます。はい、25、50、はい、はい、はい、レイズ、レイズ、100以上になります。100で、はい、100。じゃあ、コール、コール、100、でも最後ですから、最後ですから、はい、1000、はい、おー、コールで、コールで、はい、はい、もうペアができてる。ちょっとでも出させた上で勝たないと。じゃあ全掛けしましょうか。全掛けしちゃいますか。ふんわりよく分かってないけど、全掛けをされたら私が全掛けせざるを得ないってことですか。もしくはホールドしてこれを諦める、これが早見さんの元に行って勝ってるんだったら俺とも問題ないと思います。ちょっと待てよ、ちょっと待って、ちょっといい量、チップの量がいい量なんで、待って待って待って、ホールド、ホールドしたらこれをそのままただで、まだ勝てなそうな感じがするな、これでホールドになっても。じゃあちょっと追加、ちょっと追加いきましょう、いきましょう、コール、コール、最後の1枚をめくって決めましょう。
じゃあもうオールイン。オールインします。全部かけます。え、今日今回で終わりですよね、このゲーム。これで終わりです。オールイン。オールイン。オールインだ。全掛けだ。オールイン。あ、夢で聞いたことある。オールイン。ずるい。ずるいです。ずるいです、これ。いやでももう多分私、手がもうこれしかないですね。うん。みだりさん、みだりさん、決めてください。さあ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 、浮島みだりなんで、お、ゆめこに、お、乗ろうじゃないか。わあ、悪いんで。では、お二人カードを見てください。はい、せーの、はい。お互い役なしで、はい、次もカードがキングが強いんで、早見さんの勝負。やったー。え、これ勝ちました。勝ちました。これが全部この分いくので、じゃあ一応チャートチェックしましょうか。これが全部早見さんの分で、これが最終的なチームになります。お、これはなんじゃないですか。これはどう見ても勝者は早見さんになります。やったー。生島さん、ありがとうございます。イエーイ。どんでん返しになってしまったということで、キャストバトルロイヤル優勝したのはジャバミ夢子役早見さん。すごい、さすが主役ですね。おめでとうございます。早見さんには皆さんがリクエストした豪華景品が贈られます。なんと、もう黒子を手にしてしまいました。わー、やったー。はい、いろいろ大事にしたいと思います。ありがとうございます。なんかドキドキしました。ドキドキしすぎましたが、もっとドキドキさせてくれる掛け狂い第2章が間もなく、放送開始いたしますので、ぜひぜひ、お楽しみいただければと思います。かなり手に汗握る展開、新しいキャラクターもたくさん出てきますので、ぜひお楽しみください。よろしくお願いします。いかがでしたか皆さん。ルールを知らなくてもやりたくなっちゃいますよね。というわけで、本日1月8日から放送開始となるアニメ掛け狂い第2章、今回登場したキャストの皆さんが白熱のバトルを演じています。皆さん、どのキャラも応援してあげてくださいね。それではまたアニメでお会いしましょう。ご案内は桃葉美キラリ役の沢城みゆきでした。